中国の経済崩壊がやばすぎる。習近平が目論む台湾侵攻の新たな可能性。中国台湾問題の新たな展開。中国が経済崩壊の危機に瀕している。それは台湾侵攻を早めるのか、それとも断念させるのか。決めるのは習近平総書記国家主席だが、実は別の展開もある。中国と台湾の平和的統一だ。日本はもう一つの台湾危機に備える必要がある。中国の景気悪化は日を追って鮮明になっている。生産者物価と消費者物価の下落や輸入の減少が報じられたかと思えば、若者の失業率は発表そのものを停止してしまった。不動産開発大手の恒大集団に続き、碧桂園、カントリーガーデンの経営危機はシャドーバンキング、影の銀行と呼ばれる信託会社の経営不安に飛び火した。わずか数週間で中国は一挙に崖から転落してしまったかのようだ。どこまで転げ落ちていくのか、着地点は全く見えない。中国人民銀行、中央銀行は8月21日、2ヶ月ぶりの利下げに踏み切ったが、効果に期待している専門家はほとんどいない。私は先週のコラムで、米シンクタンク、ピーターソン国際経済研究所のアダム・ポーゼン会長の見方を紹介した。同氏は、米外交誌、フォーリン・アフェアーズに寄稿した論文で、極端に揺れ動いた新型コロナ政策によって、国民の消費・投資意欲が減退し、財政金融政策も効果を失ったと指摘した。この論文は、ノーベル経済学賞を受賞したポール・クルーグマン教授のコラムをはじめ、多くの記事で取り上げられた。8月10日付のニューヨークタイムズで紹介した同氏は、ポーゼン氏の見方に同意せず、中国の問題はもっと構造的なものだと指摘している。中国の崩壊が始まる。とはいえ、ポーゼン氏の論文が反対意見を含めて、中国経済の異常さを印象づけるきっかけになったのは間違いない。中国は明らかに従来の景気の浮き沈みとは異なる大転落の様相を見せている。もともと限界があった財政金融政策の効果が薄れただけでなく、輸出の受け手だった西側企業はサプライチェーンを見直し、中国から遠ざかった。家計や企業は不透明な政府と共産党の政策を嫌って、消費と投資を控え、貯蓄を積み上げている。国民所得を決める方程式で言えば、国の所得 Y を生み出す消費 C と投資 I、財政支出 G、輸出 X のすべてが落ち込んでいるのだ。国有企業が優先され、民間部門の競争が阻害された結果、経済成長の源泉である技術革新も望めない。したがって生産性は向上しない。復活するには不動産バブルの残骸を整理する必要があるが、そもそも中国の不動産業界はブラックボックスの塊だ。地方自治体はもちろん、中央政府も真の実態は把握できていないのではないか。日本の失われた20年を踏まえれば、中国は今後数十年にわたる大停滞に突入してもおかしくない。まさに崩壊という言葉がぴったりだ。中国の経済崩壊は世界に何をもたらすのか。最大の懸念は台湾侵攻があるかどうかだ。世界の見方は大きく2つに分かれている。一つは国民の目をそらすために中国は台湾に武力侵攻する。もう一つは国力の回復に集中するためにむしろ慎重になるという見方だ。私は中台の平和的統一に舵を切るという第三の可能性を指摘したい。中国はもともと台湾の平和的統一を最優先に掲げ、武力行使についてはあくまで選択肢を排除しないという立場を取ってきた。一方、米国はといえば、意外に思われるかもしれないが、
こちらも実は平和的統一には反対しないのが原則的立場だ。日本に降りかかる悪夢。こうした作戦が有効なのは、ロシアが2014年に実行したクリミア侵攻でも証明済みだ。これはロシア軍の作戦だったが、ウラジーミル・プーチン大統領は当時、地元の義勇軍の行動でロシアは一切関わっていないと主張した。それもあって、西側は事実上傍観せざるを得なくなってしまった。同じように、習氏も特殊部隊を活用した小規模作戦を採用するなら、中国は関与していないと言い張る可能性が高い。その時、日米はどう対応するのか。中国がこうした平和的統一に踏み切ったとしても、台湾が中国のものになる事態に変わりはない。それは日本にとって悪夢だ。台湾を手中に収めた中国は、いざとなれば日本への原油供給ルートを喉元で抑えることが可能になる。太平洋への艦隊進出も自由自在になる。日本にとって武力侵攻は国家の危機だが、平和的統一も危機なのだ。むしろ平和的統一の方が米国も動きにくい分だけ対応が難しい。最悪の場合、台湾の政権が倒れていくのを日本も米国も黙って指をくわえて眺めているしかなくなってしまうのだ。中国の経済崩壊は日本と台湾、米国に新たな試練を突きつけている。中国経済、終わりの始まりか。恒大集団、負債総額48兆円で米破産方針制。不動産バブル崩壊が金融危機に発展する恐れ。中国経済の終わりの始まりなのか。不動産大手の中国恒大集団が米国で連邦破産法15条の適用を申請したことを受け、不動産バブルの崩壊が金融危機に発展する恐れもあると市場関係者は身構えている。恒大の昨年末時点の負債総額は2兆4374億元、約48兆円で債務超過となっていた。2008年のリーマンショックの際、破綻した米リーマンブラザーズの負債額は当時のレートで約64兆円で、これに匹敵する巨額だ。恒大は事業の大部分を中国本土で展開し、米ドルと香港ドル建ての債務額は合計で全体の 27.3% にとどまると説明。18日にはこの申請は債務再編のための通常の手続きであり、破産の申請ではないとのコメントを出した。ただ債務再編の手続きには不透明感も漂っている。業界大手の碧桂園や遠洋集団などでも米ドル建て債券の利払いが滞っており、連鎖危機への懸念は強い。崩壊する中国の不動産神話。恒大集団は米国で破産法の適用申請、碧桂園も経営危機。中国不動産大手の恒大集団エバーグランデグループは8月17日米ニューヨークのマンハッタン地区連邦破産裁判所に連邦破産法15条の適用を申請した。債権者による訴訟や資産の差し押さえを回避して米国にある資産を保護し、米国以外の場所での債権に向けた取引の保証を目的としているという。恒大集団は2021年に6862億2000万元、約13兆7000億円、22年に1258億1000万元、約2兆5000億円、計約8120億元、約16兆2000億円の赤字を計上していた。貸借対照表によると、同社の22年12月31日時点の負債総額は2兆4374億元、約48兆6000億円となっている。恒大集団は中国の不動産開発ブームに乗って急成長を遂げた。しかし、新型コロナウイルス流行の影響や
中国政府が打ち出した不動産に対する融資規制により、21年頃から経営状況が悪化し、資金繰りが困難な状況に陥っていた。中国不動産最大手の碧桂園古興、カントリーガーデンホールディングスも資金繰りの悪化が懸念されている。同社は8月10日にプロフィットウォーニング、利益警告を発表。23年1月から6月期の最終赤字が450億から550億億元、約9000億から1兆1000億円になるとの見通しを示し、創業以来最大の困難に直面していることを明らかにした。中国経済は一旦崩壊した方が良いと思う。日本にも波及はあるけれども、長い目で見るとその谷間を越えた時に日本には好材料となることが多いのではと。経済以外の面も含めた総合的な国際社会のためには、その方が良かれと思ってます。